タミル・ナード州、タミル・ナード州、タマル・ナトゥーは、インド共和国の東部にある州の一つ。同国の最南部の東側に位置し、主にタミル語が話されている地域を含む州である。ポンディシェリ連邦直轄地域、プルッリ連邦直轄地とも、ケーララ州、アーンドラプラデーシュ州、カルナータカ州に隣接し、南東側にはポーク海峡とマンナール湾を挟ん スリランカ民主社会主義共和国がある。面積13万キロメートル、人口6、211万人、2001年の国勢調査による。州都は、チェン内、旧、マドラス、タミルナール、タマルナトゥとは、タミル人の地あるいは、タミル人の国という意味である。また、タミル、タムルという語が、ドラビダ、タイレビータサンスクト語、ドレイビダ、ドレアメラ。 ドレイビダドラビダということ語源について関係している可能性があることを考えるとドラビダ人の地あるいはドラビダ人のの意味を含んでいるとも考えられる。タミル・ナード州は立法機関である衆議会と行政機関である州政府、また州内の司法機関としてはマドラス高等裁判所が最高の位置にある。州議会は任政から1986年に一院制に 移行し、定数は、現在234であり、州内の同数の選挙区から小選挙区制で議員が、選出される。インド連邦議会会員の割当て議席数は39であり、同様に、小選挙区制で議員が選出される。政党は、ドラービダ進歩同盟、全インドアンナードラービダ進歩同盟などの、地域政党の勢力が強く、また国民会議派、インド人民党、 インド共産党、インド共産党、マルクス主義派などのインド全国政党も活動して議席を獲得している。衆議会は2001年の選挙でエイドムックが勝利し、現在の州政府内閣は同党党首の主犯としてエイドムックを中心に構成されているが、一方2004年のインド連邦議会会議員選挙では DMK 圧勝してエイドムックは議席を一つも獲得できず、 州政府内閣に対する州内野党側の圧力が強まっている。西部、南部、北西部は丘陵で植生に富む。ケーララ宗教の西側ツ山脈が西からのモンスウーンによる雨雲を遮る。東部は肥沃な海岸平野で、北部は丘陵と平野からなる。長い海岸線のため、2004年のインド洋津波で7800人が犠牲となった。 西部では、時々中程度の地震が発生する。タミル・ナード州は、以下のように、30の県に区分されている。なお、タミル・ナード州に囲まれて、元フランス植民地が変換された、ポンディシェリ連邦直轄地域がある。タミル・ナード州の州内純生産は、南インド内で最高、インド内で3位である。インド全土の中でもかなり工業が盛んである。また、 外資の直接投資額がインド内で3位であり、対インド総額の9.12%を占める。インドの中で最も都市化が進んだ州、2001年国勢調査では43.86%でもあり、タミルガード州の都市人口は全インドの人口の6%、全インドの都市人口の9.6%を占める。農業では、パピルス、モロコシ、ラッカセイ、ナタネ、 砂糖キビが特産品となっている。米の生産はパンジャーブ州に次いでインド内にいいである。カールパッカム原子力発電所、ネーベリカッタン公社、ナリマナム天然ガス電が燃料とエネルギーを供給している。また風力発電による電力生産は全インドの55%を占めている。タミルナード州は州政府の促進策のもとに多くの産業団地を有する。 生物工学産業の育成も行われており、バイオバレー・バイバリーズと呼ばれる生物科学産業施設群がある。重工業もチェンライ郊外で発展している。この他は印刷、マッチ、発煙体の生産が盛んである。インドの輸出編み物の56%は州内ので生産されている。芝川市とティルプールは統計上完全雇用を達成している都市となっている。 チェンナイは南インドの玄関口と呼ばれる。ソフトウェア産業のインド内第二の拠点であり、大規模な情報関連産業団地を有する。金融業も盛んで、州とチェンナイはインド第三の金融力を持ち、インド産業の健康を保つ首都、インド銀行業の首都とも呼ばれる。以前のマドラス銀行は、他2行と合併して、インド最大のインドステート銀行となり、 国立インド銀行とインド海外銀行の本社もある。インド準備銀行の南部地域センター、世界銀行のワシントン以外の高級的バックオフィスもチェン内にある。人材が豊かで教育水準も高く共通テストでは合格率が全国最高である。インド人で初めてノーベル科学賞を受賞したチャンドラセカールラマンや数学者。 シュリニバーサラマヌジン、インド初のチェス王者、ビスワナータヤーナンドも、タミル出身である。2011年の宗教調査で、で、全インドと比べて、キリスト教徒が多く、イスラム教徒、その他が少ない。住民の使用する、第一言語は2001年の調査で、タミル語90%、テルグ語5.655、カンナダ語1.67%、 ウルドゥー語1.51%、マラヤラム語0.89%、マラティー語0.1%、サウラーシュトラ語0.1%の順であった。タミル語はタミルナード州の公用語であり、スリランカでもシンガポールでも国の公用語の一つになっている。同州に囲まれてフランスから返還されたポンディシェリ連邦、直轄地域ではフランス語も使われている。 タミル・ナード州のユネスコ世界遺産は下記の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。